つもりおのれ、朝や月は日本古代の豪族、清和連。日本初期巻第十九によると、金明天皇即位当時のくだらの国王、清明王は、蚊帳諸国の復興に意欲的で、金明天皇2年4月に未満な復興会議を開き、あら、から、卒馬など7カ国の蚊帳諸国の官議らからなる代表者たちと厳しいん党を集めて、 昔からくダラとミマナの諸国とは、兄弟同然の中であり、共に協力して、しらと対抗すべきであると言った。7月には、くダラ氏を、荒野日本府へ派遣し、カヤ諸国の足並みの乱れを憂えたり、荒野日本府の川内忠氏らがしらと通じていることを、責めている。王は、くダラ人と日本人との根血の木渡るマーシャラを、徴用していた。大和政権は、 金明天皇4年11月に、九だらに、つもり連を派遣し、三間なの下官にある、九だらの軍令、上主、日本府につくべし、わけ、宇治谷武氏と言った。合わせて、少書として、何時はしばしば、上表し、今にも、三間なを建てると言ってから、十年余りになる。未だに成就していない。三間なは、何時の国の胸や針である。もし、胸や量が折れたら、 誰が家屋を作るのだろうか。真が思うことはここにある。何時は速やかに、未マナを復興せよ。何時が、速やかに、未マナを立てれば、川内ただしらはおのずと引き上げるに違いないとも伝えた。この時のつもり連が、初期の後の箇所で引用された、くだら本記によると、己、朝や月という名前で、言葉がなまっているため、本名であるかどうかはわからない、という忠が付けられている。 さらに、道場の初期本文では、同時に印式神が白木に派遣されたことになっている。この時、三人の左兵や軍神の反対により、くだらの軍令、上司を引き上げさせることはできなかったが、生命王は、未満復興に再度尽力することになった。12月に、生命王は、再度軍神の意見を聞いたが、未満の執事や官喜を呼んで会議を開くことと、障害は、 川内忠志と、明美のここ、スケロアサトラが荒に存在することだろう。本国に移すべきだという結論に至った。その後、くダラは、美馬ナの出事と日本府の出事を三度召喚したが、三度とも、やって来なかった。三回目は代理の下船のものが送られてきた。このため、生命王は、山和政権に事態を説明することができず、つもり蓮はそのまま、くダラに投入することとなった。 この間に、キワタルアササ、オノレレン、モノノベキオーラが、天皇のもとに派遣され、未満な再興のための計画を立てるようにとの、催促があったという。以上のような行きがあった後に、近明天皇5年11月に2度目の未満な、復興会議が開かれた。つもり連氏は、他にも、皇玉天皇の時代に、皇栗に派遣された大会、西明天皇の時代に、 検討福祉となった基地上など、対外関係で活躍したものを多く輩出している。天武天皇13年12月に、少ねと改正した。ありがとうございます。